こんにちは、こんばんは、よろしくちゃ、Mちゃです。ロックマイクゼやっていきます。じゃあスタートと。はい、じゃあ水道局行きますか。上だったよね、確か。いやー、ネットくん悪いね。これお父さんの方のログがついちゃうけど、お父さん怪しまれないかな。大丈夫かな。エレベーターのスイッチがある。ネットは化学省ライセンスを使った。エレベーターの扉が開いたと。なんかプラグインすればいいのかな、きっと。プラグイン、ロックマイクゼトランスミッション。ちょっとギグ、ちょっと僕、ここで何してんの。やばいよ。ちょっと迷っちゃって。そう、でもここは勝手に入っちゃダメなのよ。だから帰りなさい。わかった。あ、はい、よろしい。じゃあ私は行くけど、ちゃんと帰るのよ。ふう、どうする、やめとく。いや、ここでやめるネットくんじゃないよね。まさか、もう一回行くぜ。はい、ロックマイクゼトランスミッション。はい、着きましたね。地面凍ってるね。何これ、ところどころ凍っちゃってる。それにナビとかプログラムいないんだけど。あの人全力でバグを取るって言ってたけど、やっぱり怪しいね。とにかくポンプの給水プログラムがどうなってるか確認してくれ。了解。じゃあ進みますか。ロックマをミステリーデータを調べた。ソニックウェーブ J をゲットした。やったね。斜めに行けないのかな、これ。水を止めなきゃいけないからな。あ、待って待って、あー左に行きたいんだけどな。これ無理か、無理なのか、行けんのか行けないのか、どっちなんだい。おー、はい、行けた行けた。よしよし。で、上で水を止めるんだな、きっと。よいしょと。蛇口のハンドルを回した。くるくる、電の水が止まった。よし、これで先に進めるんじゃないか。あれ、難しいな、操作。これは左かな。よしよし、上上。あ、ロールちゃんだ。あ、でも今ロールちゃんはちょっとな。でもロールちゃんが一番効くな。ロールちゃん効くかな。いけ、ロールちゃん。何点いいかな。250点。あ、これ上いけないね。ってことはここの右かな。これは右手なんかどこ飛ぶのかな。飛びましたね。あれはブルースじゃないか。てんてんてん、なんだ貴様。ん、ここのナビじゃない、ワールド3か。何をするんだ。うん、ちょっとはやるが、俺を W3 なんか、あ、うん、ちょっとはやるが、俺をワールド3なんかと一緒にするとはな。どうしたブルース。は、エンザン様。お前、さっきの。またお前か。見たところオフィシャルじゃないようだが、ナビが迷子にでもなってるのか。バカにすんな。まあいい。だが、オフィシャルネットバトラー、伊集院炎山と、そのネットナビ、ブルース。俺たちの邪魔をする奴は遠慮なくデリートさせてもらうぜ。そんなことできるもんか。証明するのは簡単だが、今は任務があるんだな。ブルースよ、行け。は。ま、俺にデリートされる前に、ワールド3の奴らにやられないように気をつけることだな。ツン。なんだあいつ。
ねえとく、冷静に。怒ると喉が渇くよ。だな。ロックマン、俺たちも急ごう。オッケー。よかった。ブルースとエンザンと戦いたくないもんね。なんかいるね。知ってますか？氷は水を流せば溶けるのです。溶けた後の地面はもちろん歩けます。でも水が流れてたら歩けません。あとプラカートしたら水は元に戻ります。氷は元に戻りません。なるほどね。水流したり止めたりすればいいってことだね。要はじゃあスクイックさんでいきます。いけ。ああ惜しかったよ。今非常に じゃあミニボム2連発でいきますかね。ミニボムは3個前だからね。きっとここに来るはず。あ、ごめんかーい。来たね。おし、受けんでねーよー。あ、でもウォーン。あー悲しみがこんなに受けられることありますか。次。いやーなんだこの全然うまくいかない。悲しい。ここはロールちゃんに頼りますかね。ロールちゃん、ロールちゃんやってくださいよ。もうよーし。あ、アクアタワーゲットしましたね。これで水を出せばいいのか。蛇口のハンドルを回した。くるくると電脳水が流れた。あ、右にいますね。ワールド3のナビが。セーブしますか。よし、セーブ終わったよ。じゃあ行きますね。あ、喋らないでも普通に通れた。ロックはミステリーデータを調べた。ロックは強化プログラム HP メモリをゲットした。120に増えましたね。喋ります。僕は親切な通りすがりのナビだよ。この先は行き止まりだよ。残念だね。はは。いやー嘘ついてるなあいつ。じゃあインビジブルで行きたいところですけど、インビジブルしてワイドソードが良かったけどね。これ組み合わせられないな。よいしょ。あー、待って、避けられたー。避けられました。あー、待って。落ち着けーい。落ち着けーい、エミちゃん。あー、もうこれはフォルテで行こうよ。行こうよ。フォルテで行こうよ。この雲の攻撃苦手だなー。230点に、これ、取れてるんだ。壊れてるや。後回しにしようぜ。ダメなんだな。ここダメなんだな。これは水止めようかな。くるくると。手のせが止まった。で、これで、どうしよう。右側に行けんのか。で、下に行ってと。逃げますかね。えい。あ、戻ってきたね。戻ってきました。もしかして。ここは止められないから、どうしようかな。ここを水止めたでしょ。あれ出せばいいのかな。ひねりひねりと。で、あ、で水を流したんですね。探りで今やってますけど。あ、いける。あ、やったね。いけますね。で、おー、滑る。あ、フグだ。フグだ。2回。
初めて見た。え、何？ずるくないですか？あー、待て待て。はい。なんだあの攻撃は。ちょっと。ちょっとあれ厄介そうだな。スキー倒す？250点もゲット。さてさて、あ、これ上でちょっと蛇口止めてこよっか。あ、待て、いけない。あ、これ いけないのかな。なんか操作感な気がするけど、これは。あ、いけたね。くるくると止まったかな。よーし、落としましたね。ここも止めるのかな。くるくると、降り出ましたね。コールドパンチ B をゲットしましたね。それで OK。 いやー、クモフグですね。クモフグカルト様を使って、もう旬で終わらせましょうか。旬でって何だ、秒でね。秒でちょっと壊しましょう。よーし、いけた？いけた？よーし、バブルスプレッド手に入れましたね。ここ進められるんかな。あ、いけたね。なんか模様変わったね。背景氷の模様になってる。ちょっとセーブしとくか。はーい。なんか最近のゲームってオートセーブだから、自分でこうセーブしないとね、やられた瞬間に終わるっていうあの感覚がちょっと新鮮ですね。スプレッドが新鮮というか、もうこれが普通だったんだけどね。今がちょっと便利になりすぎちゃって、いいことでもあり、あ、でもいいことだったけどね。危機感はなくなっちゃったかな、前よりは。あるよね。ちょっとアースクイック当てにくいな。でもちょっとこれで、いや、なんか成長してる気がするロックマン1で、1時間前よりも成長してる気がするね。チップの使い方、ボルテさん、いけ1時間前に比べてね、もう本気もビビたる成長ですけど。はい、あ、インビジブル2だって。1よりも持続時間長いとか、そういう感じなのかな。メガキャノン L をゲットした。お、メガキャノン、これ良くない？キャノンと入れ替えたいな。はい、じゃあチップ整理終わりましたので進めていきまーす。あ、もっとるっとるやないかい。あ、ソニックウェーブ使ってみたいな。確か属性が違うから。あ、ショックウェーブとショックスパン使えるな。はい、遠慮なく。いけー、よーし、ほんとねー。なんてに、あ、250か。うわ、しけてるねー。あー、これ迷子になっちゃうな。どこにいるんだろう。ここ初めて来たな。ここでまっすぐかな。あ、ちょっと変わったね。あ、ここじゃない。あ、いけたいけた。よーし、
これで210ゼニーですね。進みます。そろそろボス来てほしいな。あ、待って待って、じゃあソニックウェーブしようかな。あ、取れてきたね。やったってください、ポルテさん。よーし、これは A ゲットだね。じゃあ進みますね。いやー、まだですかね、ボス戦。あ、なんかクマ来た、強そう。あー、これ同じやつないな。トリプルアローできますかね。まーちゃん、おー、強い強い強い。なんだ今の。おー、あー、あ、ブロック、ブロックが来ましたね。ポルテ様で、この B はベアの B なのかブロックの B なのかどっちなんだろうね。あと1回食らったら死にそうだな。アースクエイクでいくか。よーし、2000ゼニー。お、めっちゃもらった。今のウイルスがここをバグらせてたみたいだけど、あー、開けなかったな。とにかくファイアショットを送る。ポンプの給水プログラムを固めている氷を溶かしてくれ。うん、あれ、こんなんでいいの？じゃあ、僕、一旦戻るね。うん。秋原町に戻って、水、どうなってるか、確かめてみよう。じゃあ、切符買ってと。降りますかね。地下は暑いので余計に喉が渇きますよ、って言ってる。なんとく、水を確かめに、学校の池を見に行ってみよう。じゃあ、学校行けばいいのか。あ、自動で行ってくれてる。戻ってる？なんか色変ね、紫色だ。なんだこの水、汚れてるね。誰だろう。水、もうダメだ。ああ、ダメ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 、これダメだよ。水だ、もう我慢できん。うえ、よく飲むねこれ。その水ダメだって。ごくごく、う、大丈夫ですか。てんてんてん、ネットくん、ピリピ、やってくれたな。エンゾン、汚れた水を飲んで倒れる人が各エリアで続出してる。本当に問題があったのは浄水施設のプログラムだったのに、それに気づかないとは。こうなったのはお前たちのせいだ。くいやー、そんなん知らんよ、言ってくれよエンゾン。とにかくこれ以上事件に関わって俺の邪魔をしないでくれ。ツン、この最後のツンってなんだろうね。ツンデレのツンかな。ネット君、ごめん、僕のミスだ。いやー、6番のせいじゃない、行くぞもう一回。え、このまま引き下がれるかって。あー、苦しい。この人助けないでいいのかな。まあでも行くか。ネット君、メールが届いてるよ。メール見る。メールニュース、水不足被害深刻に。ついに水不足で倒れる人が。このままだとさらに被害が広がる。恐れ濃厚、汚れた水は飲まないよう注意が求められる。はーい、こんなことになるとは。水道局もう一回行きますね。ピピ、あ、メールだ、開封する。頼む。どう、誘拐された子ちゃんと探してくれてる？
言い忘れたんだけど、その子氷川っていうの手がかりになるかしら。それにね、誘拐にどうもワールド3が1枚噛んでるらしいわ。じゃあよろしくね。ネットくん、氷川って、あ、水道局のネットワーク管理者のあの人と同じだ。ってことはワールド3が氷川さんの息子を誘拐して水道局のネットワークをバグらせるよう脅迫した。でシナリオが成り立つね。ロクマ賢い。やいとのやつ、そういうことは早く言えよな。その子を救い出せば氷川さんバカなことやめてくれるかも。よし、それだ。またメール来た。なんだろう。あ、やいとちゃんのメールか。まあ配布しますね。はい。じゃあなるほどね、氷川さんの息子を助けるようにすればいいかな。はい、ちょっと調べたら、なんか蛇口の水道の口を持ってないと先に進めないみたいなので、学校のところに戻ります。この辺で何か調べるらしいんだよね。ガチャ。いててて、て、あ、 A 組の光くん、お前氷川か、大丈夫か。ありがとう。そうだ、それよりお父さんを止めなきゃ。ワールド3に脅迫されてるんだ。やっぱりだ。わかった、俺に任せろ。あとこれ、お父さんが仕事で使ってるプログラムなんだ。何かの役に立つかも。ネットはプログラム、蛇口ハンドルをゲットした。サンキュー。お父さんに僕は無事だって伝えて。あ、なんかアニメと絵柄違うね、ヒカワ君。息子の伝言をゲットした。わかった。ネットくん、急ごう。はい、あー、ここで手に入れるのか、くー。はい、ってことで、じゃあ、水道局戻りますか。あ、ここ。ここにね、氷川くんからもらったやつ、つけようか。よーし。蛇口にハンドルがついた。これでくるくるいけるかな。レノスが止まった。よーし。さやっと進めるよー。もうね、この蛇口が。蛇口が見つからんでずっと探しとったからね、もうめちゃめちゃ時間かかったんだよこれ。やはり嬉しい、嬉しいわ。はい、あーやーやー、はい、あ、楽しいね。はいはいはい。これはね、もうソードでガヤガヤっと行きたい。かかってこいや。あー、地味に辛いなこれ。ロスガンで行け。よーし。はーい、次がなんじゃろな。ちょっとやっと進めるぜ。ねー、またね、リカバリ 80C、30って書いとくかな。 80C を3分の1にして、リカバリーだから最後らへんだな。でこの30って書いてあるけど、今チップなんかそこまで変えなくてもいいかなと思ってて、このままで進めて。おー、すごい、見て、もうずっとね、蛇口の口が探せんで探してて、雑魚的倒しまくってたら23,600銭もあります。すごいね。もうね、小5よ、小5でこんな持ってた大金持ちよ。アクアタワーとかもね、なんか使ってみたいけど、なんかチップ組み合わせるのがちょっと難しい気がしていまして、ねえ、今のままでいいかな。なんか G、 これもね使ってないんだけど結構手に入れられてますね。下何もないな。
大変なんだよな。下に行って上かな、うん、でこれで氷を一回溶かさなきゃいけないんだよ。くるくると、出ますが流れた。これで流した後に水を止めて、出ます止めて、で降りると。これでどうだ。あ、待って、斜めに斜めに斜めに行きたい。これでどうだ。よしよしよし、ここかな。なんだ、230点にですね。これ斜め行きたいな。これどういうプログラムで斜めに行くのがカウントされてるんだろう。データを調べた。トリプルアロー A をゲットしました。あー、そろそろボス集がしますね。そろそろセーブするかな。まだかな。あ、でもなんか近づいてきた気がする。落ちた穴ぼこから道が続きます。氷を溶かせば新しい足場ができます。また穴ぼこに落ちます。また氷を溶かせばさらに足場ができます。そしたら右にある茶色い道に進めます。へー、あ、落ちた。で、下から行けるんだ。戻ってきたな。260点にですね。はい、これで水出してジャロッとして閉じてやって、はい、で上の方で落ちて、ここからいけるんだな。うんうん、もう動きがだいぶ慎重になるよ、これ。まっすぐ行けるかな。まっすぐ行くのにもなかなか難しいからね、これは。一回ちょっとこうさ定めてさ、狙いを定めさせて。これどうやって行くんだ。あー、行けるかな、これ。行けるか、行けるのか。6番行け。あー、違う。わー、そこじゃないんだ。まあ、ここに。どう行こうかな。あ、なんかある。ミステリーデータを調べた。強化プログラムバストアップをゲットした。使いますかね。はい、 あと1個でバスターマックスなんで、今ね、お金にそんなに困ってないからさ、ちょっと逃げれるときに逃げようかな。なんか、なんだろう。そこから落ちると下の方に道が見えます。あっちに行けばいいですよ。ここまで来たらあと少し頑張ってください。あー、ありがとう。ちょっとセーブしとくね。これでゲームオーバーになったらちょっとすごく悲しいのでセーブしとこう。流れたね。で、止めたらいいかな。はーい、止まったね。ここから落ちたらいいのかな。よいしょ。どうしよう。ここから、こっち、あー、違うんだなー、やりたいことが。こっちに行きたいんだよねー。ここから行けないの？そっと、そっと。あ、よしよし、行けた行けた。ここから？あ、ここからまっすぐ行くんじゃない？もしかして。あ、行けたねー。やったー、いけたいけた。じゃあセーブしよう。もうね、もう一回この道来るのはしんどいから絶対セーブする。はい、じゃあエスケープしようかな。いや、ロックマンのね、このエリアなかなか難しいね。あとはもう簡単で
あってほしいな。はい。あ、エスケープがめちゃめちゃ来るな。出ますか。よいしょ。斜めに行くのかな、これ。よっ。よっ。あー、待って。よっ。よっ。よっ。声だけは、斜めに行ってる声してるんだけど。なかなか斜めに行ってくれないな。あ、行けた？よしよし。あー、ここ、ここ、ここか？こうなのか？あ、これも斜め、斜めだな。難しいね。行けんのかな？あ、でもここまで来たということはいけるはずだ。よね？おぉ。めっちゃ背筋伸びるわ、これ。いけ、斜めに行きたいんだ。斜めに。ナイス。よし、250歳に。斜め。ひょ。あ、斜め。あと、ここから落ちてさ、まっすぐ行けばいいんじゃないか？あー、戻るんかい。ここなんか、ちょっと、これどうやって行くんさ。斜めでしょ、これ。絶対斜めに行くんじゃん。絶対斜めに行くんじゃん、これ。あ、行けた。へぇ！こんな辛いことがあるかってぐらいね。はい、230ゼニーですね。あー、これは危険な香りがするな。さて、ここは降りるか。あー、なんか入れるな。どうするかな。はい、じゃあ入ります。ここはアイスが何もない。あ、あるね。あ、ここから来たのか、私。で、下に置いたのか。戻ってきただけかーい。で、戻ってきただけだね。あらあら。じゃあ、あの水道水のとこに行かなきゃいけないんだ、結局のところは。で、ここまでは合ってんだよね、きっと。曲がらなきゃダメなんかな。ここ、あ、待って、曲がれない。どうやって曲がるんだ、これ。はい、250に。これね、どうやっていくんだろうね。降りるか。トリプルアローゲットですね。なんかあるよね。わかったかもです。ここから、斜めに行って、あ、待って、斜めに行きたいんだ。ここ、あ、待って、どういう判断なんだ。で、ここで上に行くんじゃない？で、降りて、これで、200ゼニーと。これは、右に行くと元に戻っちゃうから、ここから行くのかな？あ、これだな。で、のせが流れた。で、閉じて、よしよし。これで、ここに行って、で、斜めに行って、逃げるが勝ちですね。あ、ここでね、溶けてるから、よかった。で、ここに行けるもんね。よしよし。進んでと。あー、ちょっと怖いなー。今、アイスマン見えたな。セーブするか。セーブ。あ！ブルース、倒しちゃったの？遅いな、もう肩はついた。おいおい、邪魔するなと言ったはずだが。なんだと？
くむ。このままやられたら息子が。そう、アイスマンまだやられるわけにいかないで。くたばり損ないがこれでも食ら。待つんだ。この人たちは悪くない。脅迫されてるだけなんだ。プログラムのくせに感傷に流され多くの人が苦しんでいる。現実から目を背けるとはな。ん、エンザー様、本部からメールです。ブルース、いっぱい食わされたようだ。こいつらただのおとりだ。どうやらワールド3の A ランクオペレーターがここに紛れ込んだらしい。奴らの真の狙いはここにあるアクアプログラムだ。アクアプログラム、あの究極のプログラムの一つと言われている。ワールド3のナビがいるはずだ。ザッカーをほっといてそっちを追ってくれ。わかりました、エンザー様。ま、待て。さあ、わかりやすはいなくなった。僕の話を聞いて。うるさいよ。そうだ、ワールド3の指示を破ったら息子は。ネット君、聞く耳なしか。しょうがない、ロックマンやるぞ。バトルオペレーションセット。いい。あ、じゃあ戦うのかい、戦うのかい、戦わないのかい。フォルテを使いますかね。もう早速フォルテを容赦ないよ。やられる前にやっとかないとね。アイスマン、ごめんね。ごめんね、アイスマン。アイスマン可愛くて好きなんだけど。やる、あー、やばい、固まった。うん、メガキャノン当てたいね。当たるかな。固まってるからな、その前に。よしよし、あ、待って待って。おい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 、なんてやつだ。ソニックウェーブ、うん、ソニックウェーブにしようか。アイスブロックは卑怯だぞ。あ、待って待って、あー、待って待って、おい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 、君容赦しないからね。私フォルテ2つ持ってるんだからね。もう自力じゃ他力本願ですね。でもアイスマン可愛いんだよな。可愛いんだ、アイスマン可愛いんだけれども、容赦はしないぞ。これでショックウェーブを当ててやりたい。キューブ投げるときがいいんじゃないか。あー、あれは逃げきれんな。待て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 、待ちたまえ。一回、はい、回復させていただいて、あ、いけたね。はいはい、2500ゼニーですね。ごめんなさい、伊沢さん。仕方のないことだが、これでもう息子の命は。違うんです、アイスマン。これを。ロックマンは息子の伝言をアイスマンに渡した。これは、氷川さん、こんなメールが。む、このメールアドレスは息子の。どうです、氷川は本当に無事なんです。分かってもらえました。うむ、だがもう取り返しがつかない。今大事なのは少しでも早くネットワークを復旧することです。そうだな、君の言う通りだ、アイスマンよ。はいです。あ、やってくれた。これでデンサンシティの制度は元通りになったはずだ。やったね。ん、うん、よく僕のことが分かったね。他のジャカよりちょっとはマシみたいだね。アクアプログラムは、アクアプログラムを置いてけ。サムナイト、キル。まあまあ、ここで君たちと戦ってもメリットないからね。カラードマン、また相手するからさ。お楽しみはその時だね。あ、こいつカラードマンって言ってたね。なんかピエロみたいなナビが。
行くわよ。この方もね、ワールド3の一員だからね。オッケー、毎度、ジャーニー。てんてんてん。あ、でも一難去りましたね。あのナビ、さっきの？うん、ずる賢いやつめ。エンザ、貴様に気安く呼ばれる筋合いはないが。気にすんなって。それより奴らが持ってったアクアプログラムってそんなに重要なのかよ。そんなことは自分で調べるんだな。ブルース、引き上げるぞ。は。確かにあのプログラムを使うと、なぜか美味しい水を作ることができたんだが。彼が言ってたのは、そういうことではなさそうだね。納得？わかんねえ。とりあえず戻ってこいよ、みんなで。氷川のとこ行こう。あじゃ。本当にどんなにお礼を言っていいか。これからはより安全な水を市民の皆さんにお届けできるよう、今まで以上に頑張ります。お父さん、僕、てんてん。いいね、親子って。そうだな。ん？珍しく素直なリアクション。ひょっとしてパパに会いたくなった？なわけないじゃん。ま、いいけど、でもあまり感傷に浸ってる暇はないよ。ブルースたちが調査してるみたいに、ワールド3の陰謀って、かなり危険みたいだしね。うん、それにあいつ、エンザにこけっぱなしにされるのも嫌だもんな。なんだか燃えてきたぜ。そうこなくちゃ。こうして、ネットとロックマンの活躍で事件は解決した。が、ワールド3のネット支配計画は確実に事件の日に近づきつつある。そして、ワールド3が集める究極のプログラムに隠された秘密。二人は、ワールド3の陰謀を阻止し、平和を取り戻すことができるのか。あ、ワールド3のメンズじゃん。むぅ。ここのところ、デンサンシティでの作戦は失敗続きじゃ。指紋も思うように集まっておりません。資金か、資金も。このままでは我がワールド3のネットワーク支配計画全体に影響を及ぼしかねる。貴様らは一体何を雇るんじゃ。申し訳ありません、ワイリー様。実は。なんじゃ、早く言わんか。予想外に手強いナビとオペレーターがおりまして。ふん、オフィシャルネットバトラーか。いえ、ヒカリネットというただの少年なのですが、ロックマンエグゼという高性能のナビを持っておりまして。何を言っとる。我がワールド3のナビを持ってすれば、そんなの何とでもなるはずじゃ。下手な言い訳をするな。ですが。ああ、うるさい、うるさい。ともかく、もう失敗は許さん。邪魔する奴はデリートせよ。わかりました。私に考えがあります。お任せを。では、やってみよう。良い報告が聞けるといいですな。では、わしは行くぞ。もう、納得できないったら。ドリームウイルスを作るために必要な究極のプログラム。ウッドは別にして、残りのファイヤーとアクアを集めたのは私たちじゃん。確かにな、でもドリームウイルスの話はやばいよ。なんだって俺らも知っちゃいけないトップシークレットだからな。わかってるけどさ。さ、仕事仕事。イカリか、よもや、あいつの。ネット君、ホームページのメンテナンス、だいたい終わったよ。あ、人が働いてるのに、そんな態度あり？あ、ロールちゃん。はい、ロック。ロールちゃん。これ、メールちゃんからネット君への手紙、よろしくね。うん、確かに、受信したよ。じゃあね。バイバイ、ありがとう。ネット君、メールが届いてるよ。はい、じゃあアクアマン倒して一段落ついたので、今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。